かわいい。結婚してすごいスタンプだね。なんで、何の日だ今日は、何の日だ今日は。バラの花びらひらひら、ありがとうございます。公園お疲れ様。校庭の子犬かわいかって前回より成長してたね。だってありがとう。メイクしてる。そんな珍しすぎですね。そうですね、珍しいですね。途中までね、やっぱり最後まで終わらなかった。バラの花びらひらひら、ありがとうございます。おはようワンワン、おはよう目覚めはグググぐらい眠い。バラの花びらひらひら、ありがとうございます。おはよう、今日は赤ちゃんさんの16歳の誕生日です。ハッピーバースデー赤ちゃんさん、ハッピーバースデー赤ちゃんさん、ハッピーバースデーディア赤ちゃんさん、ハッピーバースデー赤ちゃんさん、おめでとう、おめでとうございます。はよー、キノコん子犬の振り入れ間に合わなくてカノンちゃんに託しました。はい、託されました頑張って振り入れしてください。カノンキツネ可愛かったね。あ、お耳がすごいなんか立っててすごく大きくて、キツネさんみたいになっちゃった。はよー、昨日お疲れ様でした。コンコン、おはよう、大好きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る、大好きだ、ずっと大好きだ、この限り。元気ですか？元気があれば何でもできる。123ちゃん、おはこんばんにやっとろ、ありがとうございます。おはよう、おはよう、おはよう。ボバンの配信で犬が外で吠えてたのは、さんちゃんが犬になる予告だったのか。そうなのよ、そうなのよ、くぞお気をつきで。おはよう、バースデーおはようございます。おはようちゃん、なんでね。おはよう、かいこ犬発見ワンワン、ありがとうございます。試験です、なんでやねん、おめでとうございます。おはよう、犬言った通りねえ、バックになってたねおはよう、朝言った通り住宅の子犬だったね。ねえ、おはよう、ワンワンって泣いてましたね。いちご聞いてないですよ。おはよう、さやか、さんちゃんだってありがとう。引っ込む。昨日、ミークイーンの時に鍵閉めしてもらって、ありがとうございました。かわいかったです。感想がかわいかったです、だって。はい、ありがとうございました。こちらこそ、こちらこそ。おはよう、おはようさんちゃん。柴犬の、そう、あとはあの白いモコモコのミレイちゃんが使ってたのをやってないので、次もし犬が回ってきたらあれにしようかなと思っております。そしたらお耳制覇です。おはようさんちゃん、16日の座席、あー本当ですか、バッシャFS の一番初日前に来ました。おお、時間と管理ありがとうございます。箱バッチはお疲れ様だって、ありがとうございました。じゃあ夜にアーカイブいっぱい見て、おこぎつねめっちゃ可愛かったありがとうございます。昨日公演中どん兵衛の CM で出てた、出てた、そう出てましたね、デビュー CM でどういうこと、難しい。ミレイちゃん、なんでね、バラの花びらひらひら、ありがとうございます。おはよう、ワンワンかわいい、ありがとう。ワンコの耳自分で選べます。おはようございます。かわいかったとワンワン来たのまさかでした、ありがとう、ありがとうありがとう。みおちゃんのみきちゃんのエピソード、天然アビルすごかったね。もう恐怖だよね、あれは。本当に皆さん本当に体感温度マイナス50度ぐらいだったんじゃないでしょうか。怖かったです。でもね、なんだろう、よくあることだよね、そういう持ってんのに聞いちゃうみたいな。
サノンは最近よくあるのは、まあ、みちちゃんほどではないんですけれど、スマホでね、あの例えば車とかでスマホをなんかテレビのところに置いて動画を見てたりすると、それはもうテレビになってしまうんですね、彼の中で。あれ、スマホがないないないって探すんですけど、がっつり見てるんですよ、動画をがっつり見てるんですけど、スマホを探しちゃうっていうね、そういうことはあります。おはよう、小島香音さんのソロライブが、うわー、本当ですか、おめでとうございます。昨日もカメラ目線良かったの、反省、ワンショット。ねえ、そうそうそう。あの、昨日は、また、ちょっと最近のアングルとは違ったので、カメラマンさんがね、多分違ったんでしょうね。最近のアングルとは違ったので、あ、ここ来るかなって時に来なかったりとかしたんだけど、でも、あの、ノー反省で、あ、来たと思って。すごいね、嬉しかったです。逆にノー反省は最近なかったと思うので、そう、ノー反省と思って、今日はおいら耳どうぞだって、あ、貸してくれますか、茶色のモコモコ可愛いですね。昨日病院行ったけど完全に治ってなかった、ビエンビビビエン、完全にはまだいかんかった。でも、あ、完全にって言われたらちょっとは治ってたってことだよね。はよう、昨日の MC での恐怖信号機のそう、信号機ね、だって全然変わらないから、押しボタンだったんです。キツネ彼女はあなたもさんとキツネうどんに似てやってくれたら俺と、あ、絵面白いかもね、キツネうどん、キツネうどん2人ともあの耳を同じでつけてユニットにできたらいかがですかっていう感じですね。あの花びらひらひら、ありがとうございます。おはよう、さ、さんちゃん本当にキツネ顔ですね、だって。キツネ顔ですか、キツネ顔、キツネ顔とは、キツネ結婚して I love you。 桜の信号機変わらない、ずっと待ってる人だ、だってそんな風に言わないでください、ちゃんとサンチャーズ言ってください。でやっぱ今月3回目の、あ、3回目、あ、そうだね、みくるちゃんも自己紹介のシーンの時かな言ってたね、そうだね、そうやって言うとこ、今月3回目のウィーアーグロー、あ、そうです、いやだ、いやだ、いやぐろい、あ、ありがとうございました、はい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 、やい、よんちゃんおはよう、なんでやねん、トーク会でワンワン聞かせてくれる、もちろんだよ、ぜひワンワンって言ってください。カノもワンワンって言います。ゲンさんありがとうございます。愛知県出身17歳のおさんちゃんこと奏でる音と書いて沢田かのんです。ペコリ、あ、ペコリガン、ありがとうございます、遊びに来てありがとう、おはよう、公演ありがとうございました。皆さん昨日夜境の街で押しボタン式あったよ、写真撮っといた。本当にどこでしたか、ありましたか、あらら、じゃあもしかしたらそこかもしれないし、違うかもしれないし、皇帝の犬がトンビの牛を食う狐に見えちゃった、あらららら、おはよう、さあちゃんの信号機待ちもなかなかの天然だと思うけど、栄ってなかなかないじゃないですか、押しボタン式ね、怖い、メガネメガネと一緒、そうそうそう、本当にね、そういうことになる。昨日お仕事サボってホタルを見に行ってきました、あ、いいじゃないですか、綺麗やったよ、そのじいさんの家でも見れますか、ホタル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 どうだったかな、ホタル見れたと思うんだけど、見れないか、ホタルは見れないか、え、
と覚えてないな。どうだったっけ。スヌーディーの家の近くでは多分見れないです。家からちょっと行ったところで見れると思いますね。はい、そこやばいね。メガネをしながらメガネを探します。もうそういうことです。おはよう、おはようございます。メガネかけてて、そう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 、本当にテヘペロやばい、テヘペロ、おはよう。ホタルね、ホタル最近見てないですね。ホタル見れる、まあでもあのスヌージーのおうちはとカノンはなんか忘れちゃってるけど、すごいね綺麗なところで川もあるので多分見れる、見れると思います。適当、見れたんじゃないかなと思います。アンダーシティにイナちゃんと並ぶとまさに姉妹になる。本当ですか、本当ですか。イナさん、レオナさん、確かに昨日アングルが違ってノーハンセンワンショット、そうそう、おはよう。じゃあ何枚持っていくか悩み中です。おい、だって何枚でもね、メンバーはみんな嬉しいです。お手手を怪我しない程度に、はい、持ってきてください。おはよう、おじさんちゃん、管理ありがとうございます。どんべい、恋を語るしの体が伸びるところ、キレイでしたか。やった、噛んで読んじゃった。ありがとう、ご自分目覚めの時ありがとうございます。おはよう。実機戦はカメラ目線やってる子少ないから、かのんちゃん DMM 見て目立っててよきよ、だって。本当ですか。そう、 DMM も会場のお客さんもみんな見ていこうと思います。お疲れ様でした。アフタートーク、そう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 、おはようございます。誰かの耳でじゃん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 、恋を語るでのかのんちゃんのジャンプよく飛んでたね、だって。あ、主人ジャンプ、ゴビゴビゴリゴン、部屋やっぱや、かのんちゃんが口を、あはは、ここは映るっていうのをね、かのんもう覚えたので、全力のアピール。邪魔してないかな、邪魔すいません、邪魔してるかもだけど。後ろからもアピールしてます。怪獣ペコリングが出たぞ、逃げろ、わー、死人が好評です。本当ですね、嬉しいですね。死人はもう、あ、でも死人は昨日はなんか毎回、前回とかまでは死人が終わった後もううわやばいぞこれはってなってたんですよ。その体力的にこうなんかちょっともう本当にやばい状態になってたんですけど、でも昨日はそこまでやばくなかったです。それは全力でやってないとかじゃなくて、なんかみおちゃんと、それをねみおちゃんに話したんですよ。そしたらりかちゃんも同じこと言ってたよみたいな、その前までよりはいけたみたいな、体力がついたのか、その最近公演が続いてるじゃないですか、だからそれもあるかもねって言って話しておりました。アルマちゃんがゴールだ、ありがとうございます。さや踊りのとこ、名古屋市、詳しく、さや踊りのとこってあれでしょ、あのテレビ塔のところでしょ、多分そうだ。多分ね。おはよう、平和通りってそうだよね。うん、おはよう。暑すぎて栄え、地下を歩くから信号機ない。あはははは、地下を歩くんね、賢いです。信号待ちならかのんちゃんの夜の7時配信なのに朝配信んにまだかなと、ま、あー、あの前っていうか過去にね、うんうんうん、北海道はでっかいな、ゴミ出ししたから、ただゴミ出しからただいまです。えらいです、お疲れ様です。今日の K2 公演から12、あ、そうなんだ、今日からなんだね、なるほどなるほど、
みちゃん、なんでやねん。はよさんちゃん、ありがとうございます。行ってきます。いってらっしゃい。おはよう。ハートありがとうございます。わお、ハートがいっぱい。モバイルのスライドパネルにみおちゃんの犬が登場して、みおこにゃんちゃんとの次。そう、なかなか個性的にが続いておりますね。見ましたよ。ツイッターにみおちゃんが上げてて。あ、ツイッターを上げたので、ぜひ。見てください。そう、昨日のワンちゃんの写真をあげました。ハートありがとうございます。5秒のデート中、チッチッチッ、うっちゃうっちゃ、トゥ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 ン、かわいい、ありがとう。ハートもありがとう。多分ミアグループ公演見るとお話し会26枚撮って、私ら褒めたくなると思いました。って本当ですか？褒めてもらえるように頑張ります。9時間と終わってありがとう。さんちゃんにみんな見られて羨ましい。見られてしまう、だって全然羨ましいじゃない、見られてしまう。わお、はよう。そういうこと言うとカメラさん意地悪するから。 何するんですか。16日も命をかけて飛ぶジャンプ、はい、命をかけて飛ばせていただきます。ピシュなんちゃってポーズ。おはよう、きなりポキッつった。おはよう、ありがとうございました。楽しかったです。ありがとう、ありがとう、ありがとう。2週間で2つの声、やっぱりしんどかったりしますか？うんうん、楽しかったです。はい、写真ツイートして、あ、ありがとう。ありがとう、かわいい、ありがとう。公演上がらない、体力とかついてきた。てかてか、リカちゃんとかのんちゃんとか見られなくなるのかな。まあ汗は変わらないはず。今週最後の行ってきます、行ってらっしゃい。そうだ、今日は金曜日、スムーズなのでね。だってあー、こういうのめっちゃ可愛かったよ。あ、よかったよ、だってありがとう。今日読み間違い激しい。ちゃんとシャキッとして、かのんさん体調めっちゃ悪いけど、大丈夫？お大事にしてください。無理はしないで。無理はしちゃダメです。今無理をするしてはいけません。はい、わかってます。余談ですが、お酢のさつまいも専門店、芋？いもみさん、いもみさん。知らないで、知らないけど可愛いお名前ですね。反対から読んでもいもみさんですね。いもみさん、みずきちゃんにご紹介しましたか。いもみさん知ってましたか。緊急性公演も12人に賞、4人は神から抽選となります。皆さん、フリーでできますか、踊れますか、シジンチャップできますか。HKT も好きでよく見てたけど、シジはやっぱり好きだなと思って。おー、制服の、うん、あ、公演をね、うんうんうん、制服が目を出すよ、思い行動の下に尽くしのさ。まだわかんないけど、フリコ、おはよう。子犬写真今見ました。耳が長くてほんとんどバーニーで、そう、うさぎ。腕がポキって大丈夫。カノンはね、よく関節が鳴るだけなので全然大丈夫です。この前も何だったかな、ジムに行った時に、何した時かな、すごいポキポキってなって、腰が大丈夫ってなったんだけど、全然大丈夫です。リカちゃん、昨日はどうした。おはよう、テカテカだった。汗かいたんですね。おはよう、123ちゃん。青葉公演14回、富山グループ公演14回の出演回数が同じ。そうなんだ。そっかそっか。嬉しいね、なんか。嬉しいっていうか、そうなんだね。最近、富山グループアップ公演しかやってなかったから。あれだけど、青葉もさ、結構あったんだね。嬉しい。いっぱい公演しましょう。リカちゃんだけで、みんな、ねえ、歯茎って。歯茎、眉毛先、そう、眉毛が上がってた。
ごめんなさい、私も5月に行った見知ってるよだって。あ、知ってる？そうなんだ。彼も行きたいですね。はい、お芋も美味しいですからね。何でも美味しい美味しいって食べちゃうんですけど、お芋も美味しいですからね、食べたい。欲しいなっちゃうよ。今日の22人でインドクツブ、まあその辺も皆さんドキドキですな。おはよう、お仕事行ってきます、頑張ってください。アンガナルフリバッチリなんだけど、シャキーン。フェスティバル公演の振り入れは順調ですか？フェスティバル公演のあのね、振りはまだまだ練習が必要です。でも頑張っております。フェスティバル公演頑張るよ。あの感想がねやっぱ難しいので、感想をちゃんと頑張ります。てんてんてん、頑張る。よっこらしょってね、主人ですね。最近ね、ではカメラが真ん中に入って一人一人、そう、あのマネージャーさんによって、マネージャーさんが撮ってくださるんですけれど、マネージャーさんによって違って、遠くからっていうの、上から外、絵の外からみんなのことを撮るマネージャーさんもいれば、中に入ってくる撮るマネージャーもいるって感じですね。ゴールデン、え、農民は、あ、あ、あ、読んではダメだったですか？読んでもまあいいんだけど、このまでね紹介して、そうなんだ、行ってみたい。プロテイン飲んでる？プロテインは飲んでないです。夢も あんま鳴らしちゃいけないっていうじゃないですか、太くなるから。でも鳴ります、ほらほら、なった、踊れるようになったけどないです。そうですか、おはよう。ちなみにいつも朝自分のね、そうだよね、いつもさ自分行ってきましたって来るからさ、すごい朝早いですねって言ってる覚えが。カノンは終わってからが多いんですけど、もうグタグタになっちゃいます。もうそう、帰ってきたらもうバタンキューカーって感じだから、すごいなって思います。配信見てくれてありがとう。5月11日は雨の日、雨の日なの今日。でも今日は晴れてますね。アンブレラの日、じゃあ今日のサンデースタイムはアンブレラかな。昨日で唐揚げ食べた、今目の前で撮った唐揚げが昨日の気分でしたか。唐揚げはもう美味しいですね。昨日はカノンは違うお弁当だったんだけど、唐揚げ弁当もありました。膝を欲しになっちゃった、怪我するので辞退します。はい、おはよう。 3.4 ちゃん、ちょっと近づいたかな。さんちゃんポーズはエスケープ、エスケープ、タタ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 、え、エスケープ、ドゥ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 、どこだエスケープエスケープどこだ。そうか、次はアンダーがチームイですってやるのか、だってチームイですって言えるの。いい、お邪魔した身なんだけど、まあ、分からんですね。みーちゃんのバラの景色がない、はぁ、いいですね、いいですね、だって楽しみですね。なんて残酷な愛という名の景色、そうだよ、ジュキ3人いるんだよ、わぁ。おはよさんちゃん、アンダー出演は先輩と自分の違いを感じられるチャンスだから、しっかり自分に取り入れないかなってね。本当にそうですね。指の関節を鳴らすと太くなるって本当かな、だって。なんかカノンは別に細くもなければ太くもないって感じです。まだ足の指とかもたまに無性にパキパキってやりたくなる時ありますよね。チームイーサインの指の出し方間違えて覚えてました、合ってる？今日怖い先生の授業なのに余韻にひたひたですね。は、
怖い先生の授業なんですか？頑張ってください。怖い先生の授業は嫌ですよね。カノンはすごい中学校とかの時は今日は何日だから何日引くな何月何何とかで今日は出席番号何番の人って言われるのがすごく怖かったです。ドキ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 ってなっておりました。ジムなら行きます。ジム、ああそっかジム、なるほどなるほど。だから授業頑張ってください。会社行ってきます。今日も頑張ろう頑張ろう、仕事頑張ってね。夢のあエスケープがっつりてっ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 て頭の中で一生懸命探してたんだけど違いました。今いろんなファミレスで唐揚げを売り出して、なんで唐揚げなんだろう、夏になったから唐揚げ、え夏になったから、夏になったから、夏ハートありがとうございます。あポキってポキって指ハートでポキって、昨日の見送りで読んちゃいました。今日昨日は皆さんすごかった。兄ちゃんもいたし、いっちゃんもいたし、よんちゃんもいたし、はい、でもさんちゃんもいました。嬉しいですね。なんかこんなさんちゃんしちゃった、こんなさんちゃんしちゃったから、ハートありがとうございます。100個ありがとうございます。100ハート Thank you。 自己紹介、皆さんこんばんは、あ GSK14 と TV です。そう、なんかシャッフルの時はダメだったんですよ。 TeamE じゃなくて SK48 ですって言うようにね、多分決まってたの。そうだから今回はどっちかなってわからないんだけど、アンダーということでそうやって言うのかもしれないなと思って。例えば15分のテレビ、そうちょっとすごい前に出ました。うん、おはよう。自己紹介前のチーム E の自己紹介もしよう。研究生のって入れるの、チーム E の、ああ受験研究生の入れるんじゃない。しばらく公園とはいけないけど次行った時見つけてくれたら嬉しい。もちろん当たりますように。公園、ちょっとサンデスタイムじゃないけどかけとこう。 BGM、 オリジナル曲だから BGM でもいいからアンブレラをかけておきます。おはよう、ヨンちゃんなんだよねん、手首の音符でこれね、これだ。あ、ヨンちゃんなんだよねん、逆だと思う、ショールームだから逆に見える。地味の、指がね、指こっちです。なんか下手くそじゃない、え、こっち、やばいやばい、あれカオニャンが出るフェスの公演のステージャーズイダーズダンスが一番好きかな。ついでマキコさん、おーヤさんとマキコさん、ダンス面でございますね。ダンス面でございますね。間違えた、ピッチソードじゃない。これぐらい？わかる、あるある、ね、そう、月と日を足し算してくれてたけど、ちらー次の唐揚げブームだ、それだよ、唐揚げ食べたいよ。エスケープ、英語になるのか。学校でお昼前にお腹グーグーならなかった、当たり前じゃん、カノンがならないわけがないじゃん。あ、でも最近
ミレイちゃんがずっと言ってる、公園の前に学校でお腹が鳴っちゃうから恥ずかしいってそう鳴ってる、なんか聞こえてないかなって不安になるんだって。なりますよね皆さん。カノンは昨日の反省会でもグーグーなってみんなに笑われちゃいましたおはよう、日本海美人は何かな、合計研究生4人かな、4人夏はかき氷だよね。かき氷ね、かき氷も食べてないのでまだ食べたいです。あのふわふわなかき氷が食べたいです。ガリガリなかき氷よりもふわふわなかき氷がカノンは食べたいです。キュンです。ハッピーキーワンちゃん、あらカノンちゃん、ラブ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 、愛を叫ぼう。おはよう、あたしんで、あ、スクランブルの口にしらしまっぱいせんか、たくさん学んでね。はい、とりあえずそう、チームイーさんの公演を頑張ります。次はもうチームイーさんの公演違う、まだある、 We are growing up 公演が16にあるね。ありました。おはよう、ズホさんは研究生アンダーの時はチームなんちゃらでエースは絶対に言わなかった。うん、自分で。ニキちゃんおはようだって、ニキちゃんはここに隠れてます。123ちゃんだ、研究生は入れるはず。昨日体重計に乗って衝撃で調子に乗って100個飯食べ過ぎた100個飯、そんなところに影響が。カノンももう本当に体重計乗るのは怖いですよね皆さん。ヒュー、ニキちゃん隠してるの、学校忙しく申し込みすらできない。あー、私はちょこちょこ通うね、だってありがとう。気合いだ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 。マキュー支配人さんが MC で紹介しそうな感じだね、研究生がアンダーデビュー。うん、そうかもね、そうだね。薬指が、中指、中指を畳むの、どっちかな、どっちかな。今日のカノちゃんの好きなところを毎朝除菌と一人一人笑顔でおにくり出してくれること、ありがとうだってね。いつもね、皆さんもありがとうございます。カノの書類も見に来てくれて、忙しいのにありがとう。カノちゃんの配信見てるとバッテリー減るの早い、カノちゃんの食欲のせい。どういうこと、カノの食欲のせいでバッテリー、あ、そういうこと、バッテリーね、スマホの充電か、なんでおはよう、アブレスキーめっちゃ好きやね。レオナさんのダンスをいっぱい盗んできてね、だって。怪盗カロン、おはよう。梅雨明けしたのかな、早いばっかりだけど、そうなんだよ。ミキちゃん治ったってことでもまあいいよ。ここにねいて、昨日の公園の前に潰したの、そしたら血が出たんだけど隠しました。うんちゃん授業中眠くなったらどうする、寝るしかし唐揚げ弁当、唐揚げ弁当はでも定番だからね、みんな美味しい、好きだし。公園時代は弁当2つ持って行って1時間目の休みでいいなー、のそういう経験したことないです、お弁当がなかったから。ケツがソーナさんが卒業しちゃうと15人になっちゃう、あんな今日は間違いなくです。ほう、実はですね、こちらにこちらにこちらに、あ、こちらになんとアボカドトーストが届きました。うわー、唐揚げを食べたことがない、まずい唐揚げ、確かに唐揚げないよね、唐揚げって冷めても美味しいもんね。なん、あれだよね、すごいさ、言っちゃえばさ、あの冷めたりとかこうブヨブヨになってても唐揚げって美味しいもんね。罪な食べ物です
ございます。でででで、ほら見て、ベーコンが乗ってるよ。スペシャルじゃん。スペシャルじゃんってか、グレードアップしました。今までアボカドトーストにベーコンという発想がなかったので、ベーコンはあったと思うんですけど、今日はスペシャルです。フラペコで反省会だ。おはよう。お腹が鳴って、そうだから終わったら食べちゃうんで、ダメですよね。お腹が鳴ったら隣の大事のせいにすればいいのよ。だって得意食べてなるほどね。早飲みにしてました、スーマゾーンだって。あー、いけねえんだ。ダメちゃんがエゴサするとき何のハッシュタグ見る。ハッシュタグ沢田カロン、ビッグハートポーズ。今日も一日になりますように。反省どころじゃなかったんです。そう、姿勢を伸ばしてならないようにしました。2回目のナッツポーズ。高木さんのイメージに出てくるかき氷、何味だね。いちごじゃない、きっといちごだよ。いただきます。うおー、見て、パッカーン。わーお、半分こ食べますか、食べますか。あげないです。ダブルソフトをこれ今日使ってるんですけど、カノンダブルソフトが大好きになって、ダブルソフト美味しいって感じです。いただきます。うん、うん、うん、やばっ、髪の毛も素晴らしい、ゴムがない、おいしい。ダメダメ、めっちゃうまいです、めちゃめちゃおいしいです。うん、ベーコンの塩気も最高。最近変わる反省会、最近反省違いしな、電話なに、ノー反省ノー反省じゃないよ、ちゃんと、あ、間違えたってなった時は反省しております。でもここ合ってないよねっていうところをみんなで出し合って、次に揃えれるといいねって話してます。なんだろうな、最初のうちは手の角度とかが多かったんだけど、最近はタイミングとか振りのタイミングがなんかずれてるってなったら合わせたりとか、回る速さだったりとか、そういうのをお反省会でここ合わせようみたいなことを話してます。あっ絶対事故るよね、危ない危ない。16人、お皿にベーコンなんか、おはよう。今ポーズでカロンちゃんの二の腕がたくましく見えたけど、トレーニングで二の腕ね、ちょっと前一回すごいなんかプニプニな時がプニプニになった時があったんですけど、それよりは引き締まりました。はい、おさんちゃん、山見田さん自分の知念で昇格するまではそれは言わなかったらしい。すごい、ミキちゃん出ておいて怖くないよ、やめてください。ミキちゃんはシャイなぐらいが可愛いんです。はい、相性美容グラインプ怖い、チームイート連日劇場に行くね。だってカロンが来るの、え、星になっちゃった。みえちゃんにお腹の音楽を、あ、音教室中に聞こえるか、聞こえてるから安心してと言いましょう。安心できないじゃん。おはよう。おはー。多分みえグレープコーン初日見た時よりもホチンっちゃった。え？8キロ？8キロ？この星は、嫌いだと、嫌いじゃないよ、嫌いじゃないよ、
そう、もう金曜日、そうそうそう、本当にね、 SK に入ってくる時の流れが倍速ぐらいで進んでます。お久しぶり、大好きだって、彼も大好き、ありがとう。あんな出演も増えそうだけど大体人気をつけない。ピロシさんの指はこれ、これミレちゃん、ん、来週からまた雨かってことは、まだ梅雨明けしてないんだな。来週は劇場にいっぱい行けて、ゆれぴ、ゆれぴーな。ショールームで、はい、元気チャージしてください。もういっぱいカノンから吸い取ってって言い方、カノン寝れば大丈夫だから、寝れば復活、食べれば復活、大丈夫、健康的。待望した、ありがとうございます。あとがの、なになに、寝る、そうそう、本当に寝てた、ダメだよね、怒られるべきだった。おはよう、どう頑張っても寝ちゃうんだもん。なんであんなに眠くなるんだろう、授業って。おはよう、僕おしゃれ、ありがとう。アップカードとセット、うん、おいしい。パッパッとパリッとちゃう、お、パリッと、おいしい。バイト先の唐揚げ本当においしい。バイト先の唐揚げ食べてほしい、だって食べたいよ、もちろん。ちなみに自分のところに届けてありません。モーニングキャノンセット、えい、アンテナアボカド、そうだよ、おいしい、モーニング、グググググググ、イエーイ、おいしそう、おいしいよ、いいでしょう。唐揚げとアイスって合うの、おはよう。コーヒーと合わせてモーニングセ、そう、コーヒー今日はね、豆乳だった。本当に美味しい、美味しいよ。スペシャルアボカドとトーストモーニングセット、冷たいまま食べる、夢、夢どりは夢、へえ、大丈夫、美味しいよ。豪華になった、かわいい、でも飲むそうなのにあちゃん、お、BGM にして寝ました、って、おやすみ、ちゃんと降りてね、電車寝過ごさないように気をつけて、カノンも、ね、寝過ごした経験ありますから。カノン眠すぎて一駅ごとにって起きて、で見て、あ、まだ大丈夫だったと思って、あ、もう起きてないとそろそろ着いちゃうしなと思いながらまた寝ちゃって、ってなって起きて、あ、まだまだだった、で寝てで起きて見るっていうのを繰り返してた時があって、すごい恥ずかしかったです。毎回キョロキョロしちゃう、で起きて、今日のモーニングは高そう、あ、確かにセレブな、おセレブモーニングかな、ピラトスかな、美味しいよ、アボカドパンが食べなきゃって、ぜひ食べてください。ダンスをね、盗んでいこうと思います。お時間です、あー、3日、あ、そうだね、忙しいって言ってたもんね、うん、頑張れ、行ってきー、行ってらー、お持ち帰り、テイクアウトはちょっと受け付けてないんです。おいしそう、服の夢して全然、じゃあ明日カノンで乗せてくれるの、ありがとう、楽しみにしてる。あー、食いしん坊のサンちゃん、テンション上がりすぎて、もう怖いからさガブッといっちゃうね、
ちゃった。美味しそう、美味しいよ。うまいよ。そう、ダブルソフト分厚いよね。でもふわふわだから食べれちゃう。うん。おいしい。気になる気。あやさんちゃんラジオはちょっとね、今週はね、難しいでございます。今週は難しくて、来週もちょっと難しいと思うので、再来週になっちゃうかも。こぼしちゃうね、1000ゴールドやめて。ごめんなさい、悪かった。美味しいよ。噛むよ、麦。ここで食べるから。こうやってコメントも動かしてます。耳出しかも、ベーコンの塩気覚えた大人やな。大人でしょ。どうしちゃった。おはよう、もう行ってきます。じゃあね、行ってらっしゃい。初見です、なんでやれん。ご愛嬌失礼いたしました。あれ、今日まだ学校あるよね、すなちゃん。もう50分だよ。1000ゴールドが完成しちゃいます。めっちゃ遅れてるじゃん、コメント。ごめんね。まあ、ありがとう。あ、アボカド入れじゃん。美味しいよ、アボカド。うん、サンチャに反応しております。寝ます。おやすみ。最近頑張って準備して、うん、準備してきて、忘れ物ないように最終チェックしてください。めっちゃ元気取ります。元気を吸い取るぞ。完食。ごちそうさまでした。鈴ママさんのアボカドトースト最高だよ。最初はグー、じゃんけんグー。いきます。いけないじゃん。鶴ちゃんどうしたの。いってらっしゃい。めっちゃおもろかったよ、今のは。もういきなり行ってきます。面白すぎ。あ、コメントが遅れちゃったけど、コメント遅れちゃって申し訳ないけど、すずちゃん面白かった。ちょっとね、全部読めないからぴょんぴょこしてきます。ごめんなさい。ちびっこ活動ですよ、カノンさんは。本当に食べたら眠くなるからダメですよね。太っちゃうよって。食べたら動く、食べたら動いて寝る。名古屋降臨、お仕事行ってらっしゃい。江戸晴美さん、50課の方チップバーン、ありがとうございます。冷たいから、寝るってコメントもら読んでもらったちょうどぐらいに着きました。あら、おはよう。朝から暑いのでロスピスタチオのシューアイス美味しそう。一息ごとに綺麗な特技。でも一息ごとに寝るんだよ。今度自分でもやってみてください。すずちゃん、アボカド乗せて、じゃバター塗ってるのかな。アボカド乗せて、マヨネーズを乗せて、ベーコンを乗せて、オーブントースター。あ、アボカドじゃねえし。美味しいよ。スマホアラームかけ、あ、必ずかけます。もちろんマナーモードです。電車で、あ、ブーブーブーってバイブ音が。昨日は可愛い子犬の現地で見れて最高やった。ありがとう。
からも楽しかった、最高に、おはよう。さあそれではそろそろサンデスタイムに行こうと思います。本当にすずちゃんいらっしゃいますみたいな昨日は初めて劇場でサンちゃん見えて最高でした。だってこちらこそ、なかなか目が合わなかった気がするのはカロンの気のせいでございますか、違うか、気のせい、はい、でもすごく楽しかったです、ありがとう。負けちゃった、カロンさんは負けちゃいました。ピノキオ軍、そうどこだったかな、めっちゃキャみたいな、キャみたいな発音なかった、でも大好きにありがとう、ピノキオ軍、なんだピノキオ軍か、すごいね、すごいすごいすごい楽しい楽しいピノキオ軍の言い方でした。映画いいな、カノンも行きたいです。あ、初見さんありがとうございます。愛知県出身17歳のさんちゃんことを奏でる音と書いて沢田カノンです。ペコリゴンお願いします。さあそれではサンデスタイムいきます。今日も13位からサンデスタイム張り切って登場。13位、サンデスアットマーク横浜にイエーイありがとうございます。12位、サンデスアットマーク横浜にネットレーありがとうございます。11位、サンデスありがとうございます。10位、サンデスありがとうございます。今日占い12位でしたか9位、サンデスありがとうございます。あ、入れ替えがあった、もう一回10位から読む。10位、サンデスありがとうございます。9位、サンデスアットマークコファミリーペコリゴンありがとうございます。8位、サンデスありがとうございます。7位、サンデスアットマークコファミリーチャありがとうございます。6位、あらサンデスアットマークコファミリーレッドリーありがとうございます。5位、サンデスアットマークコファミリーオデディありがとうございます。4位、サンデスアットマークコファミリーマロマロありがとうございます。そして3位、サンデスありがとうございます。そして2位、サンデスアットマークオン横浜にありがとうございます。そして今日の第1位はサンデスアットマーク横浜にありがとうございます。そして今日の85位、やっこさんはどなたですか。おー美味しそう、さんです。あなたもぜひ横浜になっちゃってくださいね、ブユー。はい、ということで今日も貯金タイムでございます。チョキマネさん、はーい、僕を呼んだか。あ、豆乳って美味しいよね。パパ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 ーン、今日は2500人の方が273人の方が見てくださったので250円の貯金をしたいと思います。せーの、100円200円250円、貯金、皆さん音量注意でございます。せーの、今日も貯金をしました、ありがとうございます。いくらぐらい貯まったかな、わからないけれども人数に合わせて貯金をしていくので、ぜひ皆さん見に来てください、これからも耳がジャラジャラジャラジャン。さあではあと3分ありますので、どうしましょうね。朝ごはん食べて明らかにいいなったさんちゃん美味しかった、タイマーのものになります。次300億円、貯金ダウ、カラオケつけれないからな、でもこの時間じゃ私だけじゃんじゃん、私は
さずっとそばにいるよ。嵐が来ても飛ばされないよ、君がいるから。はい、ということであと2分もないぐらいになりました。クッキースで、うわ大変だ。親父ギャグ、これは親父ギャグって難しいよね。今日の占いをした恋オブザは12位、ブハンプラマルで遊ぶ、ブーブーブー、髪の毛良き感じね、いいよね、このままこのままがいいです。笑わせて、あはは、笑いましたか。またね、頑張れ、元気ですか。元気です。またね、お腹すいた、食べてください。1分です。ありがとうございました。楽しかったです。お疲れ様です。やっと45秒何ができる。お疲れ様でした。バイ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 、またね、バイバイ。10秒、痛いの痛いの飛んでけー。ぽわ、なんだって？パール。パールちゃん、あ、そう、パールちゃんとお友達になりたいです。チョキマルくんは。